焦がすなよ。はい、そっちもだ。この惑星ではサボることは悪いこととされてきた。またサボってんのか。缶コーヒー飲んでるだけだよ。はい。あれどこ行ったんだうちのバカ息子。またサボってんのか。スマホ見てるだけだよ。あのさ、これ見てたらひらめいたんだよ。めっちゃ可愛い。若い子に超人気です。よし、これで俺もサボるぞ。そういう感じでもないんだけどな。この惑星では働かないとサボれない。お前配達は？サボりました。カフェドボス開店。そりゃそうですよ。ありがとうございます。よーい、スタート。またサボってんのか。スマホ見てるだけだよ。サボってるんじゃないか。カット。はい、カット。あれ来すぎた。ちょっと来すぎた。あ、すいません。はい、じゃ続けます。スタート。よし、これで俺もサボるぞ。そういう感じでもないんだけどな。カット。はい、カット。カット。よし、俺もバズるぞ。使い方間違えた。全然ダメだと怒られちゃった。何やってんだお前たちは。よーし、これで俺もサボるぞ。よし、これで俺もサボるぞ。なんでしょうね。よーし、スタート。何見てんだ。猫動画。ありがとう。意味分かってないだろ。はい、3本ですか？2本の方に。3本。はい、はい、はい。そこ大胆にキスッと。あ、いいですね。そこまで明らかにこう目線を上に上げなくても。カット。カット。カット。うまかったですね。うまかった？手元を見ない方がうまかった。そうだ。今ね、今ね、落ちそうになった。ああね。集中。リラックス。リラックス。リラックス。お前器用になったな。カット。あ、カット。どうも。うまい。いやそんな。ちょっと一回確認します。ダメな。Action. Cut. Cut. Michael さん大丈夫？ちょっとこぼれてて。はい。高さ大丈夫ですか？大丈夫です。はい。That's good. じゃあお願いします。Okay. All right. Here we go. Stand by. Roll camera. Roll sound. Roll video. Speed. Ready and action. Hey. Cut. Cut.チェックします。カレッ。ちょっと一回鉄板切りします。Ready and action. Hi. Cut. Cut. Stop. And action. Cut. カレッ。カット。カット。右手をもうちょっと下げたいんで。ネコ動画です。どう、どう。ネコ動画です。ネコ動画です。OK、Let's go。OK。はい。ネコ動画です。Yes。And action。
猫動画です。Yes, it was. It was. It's always interesting to work with our director to find new and different ways to comment on life here on Earth, which in our case is Japan. Whenever a break is needed, or whenever you're reading a good book. Well, yes, read more and learn more. Find a way to balance work with rests so that one enhances the other. And stay in school.僕生まれて初めての CM なんで、それがボスってちょっとかっこよくないですか？箔がついたと思ってね、いい思い出になりました。まあ手先が不器用なんで内緒にしてたんですけどね、それだけすごく心配してたんですが、なんとか形になるもんですね。あの指導してくださった先生が親切で丁寧だったんで、それは職人の世界ですからね。それ一朝一夕じゃできないですから、それをなんとかっていうのはもう先生のおかげですね。パッとした時にキレがあるんですよ、ちょっとした動きとか。やっぱこれはすごいな、ミュージシャンなんだな、そういうことなんだろうなって思いました。こっちは喋ってることでリズムを持ってくんだけど、そうじゃなくてほんのちょっとのとこスパンと入ってくるのはすごいなと思いました。ああ私はね、本当に怠け者だったんでね、ずるくて、まあ掃除とか逃げ回って、意外にそういうの面と向かって怒んない人なんですけどね、うん、私ただあの雑巾持って師匠に会わないように部屋数の多い家だったんで、あっち逃げたりこっち逃げたりしてるだけだったんですけど、一回だけね、お前雑巾持って家の中歩ってるだけだなって言われたことありますけどね。そういう意味では私はサボりの名人だと思ってたんですが、師匠は全部分かってたんじゃないですかね。そんなことを思い出しました。全部終わって幕が降りてきて、その時の拍手を体中で聞くんですよ。でその拍手でまあ及第点とか合格点とか残念とか決めるんですけど、それがまあまあそこそこ拍手をいただいて幕が降りきった時はやっぱなんかね、ほっとしますね。人間ってほら終わるとほっとするじゃないですか、質というよりは。本日はこれで終わりました、それにちょっと質的にも、うん、許してもらえるような拍手をもらえた時はまあほっとするのと喜びとシンクロするとか言ってね。じゃあ質のいい拍手をもらえなかった時はどうするんだっていうと、居直る。我々の年代の方はですね、缶コーヒーを飲むことで回線のつながる思い出っていうのがあると思うんですよ。でこれあのおしゃれなカフェで飲んでもね、出てこないんですよ。そんなことを思い出すためにも時々ほっと一息ついて、ぜひボスお楽しみください。僕が学生時代から高校ぐらいかな、もうずっと見てたので、それにこう十何年越しに僕が出ることになるとはちょっと想像にもしてなかったんですけど、でもこうせっかくいただいたお話だったんで、これはちょっと僕の気合でちょっとやりきろうと思って、はい、緊張感というかこう、わすごいこう肌で感じましたね、スタジオの。うん、でもやっぱりその僕はこうミュージシャンとしてこういうお仕事というかやらせていただいてるんで、ちょっといろんなとこをこう勉強しようというつもりで、こう胸を借りるつもりで臨めたんで、お父さんそしておじいちゃんがこの代々受け継がれてるようなお仕事って結構厳しい世界だと思うので、その厳しい世界の中どうやってこううまいことサボるかみたいなところをどうやって顔とかで表現しようかなって思ったんですけど、よくよく考えたらサボってそうな顔してたんで演技する必要ないなと思いましたね。
ダンシュンさんがなんか演技終わってからカットかかるまでの間でなんかちょっとボソ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 言ってきはるんですよ。のみたいな感じのところ、みたいな感じをずっと言ってきはるんで、それで笑いをこらえるのがちょっと大変でした。僕もすごいシャイな方なので、こうなかなか自分からこう話しかけに行くのがこう僕の性格的には難しかったんですけど、まあ多分来月ぐらいには2人でご飯行ってるんじゃないですかね。家の周りを散歩したりとかするんですけど、こういうすごい暑い日とかめちゃくちゃ寒い日とかはもうパソコンを閉じてもうゲームしてますね。オンラインゲームで同じミュージシャン仲間の人たちとゲームして遊んでますね。行き詰まってなんとなくこうお腹減ったな、でもちょっと今食ったらちょっとさすがにやばいなっていう夜中の時間帯とかは冷蔵庫開けるとコーヒーが入ってたりすることがあるんで、そういう時はちょっとコーヒー飲んで一回落ち着こうかっていうので、もう机には向かわずにちょっとリビングでコーヒー飲んでテレビ見ながらとかはよくしてますね。ちょっと仕事やらなあかんけどちょっと眠たくなってきたなとかやる気ないなっていう時にエスプレッソをクッと飲んでよし頑張ろうってなりたいし、カプチーノの方はちょっと疲れたなっていう時にこう癒しを求める時に飲みたいですね。コーヒーはちょっと人間の日々の生活における、ちょっと小休止的なものの意味合いが、ね、あると思うので、皆さんもちょっと人生で行き詰まった時とか辛いなと思った時にコーヒーを飲むことで何か新しい方向に自分の人生が展開するかもしれないし、僕は日々そうしてます。皆さんも一緒に僕と缶コーヒー飲んで生活しましょう。またサボってんのか。サボって、ここでみんな術をカフェドボス、お前器用になったな。カフェドボス、